とね、コメントにね、メタンガスがね今環境破壊で問題になってますよっていうコメント来てたんで、今回はメタンについて話したいと思います。でまずメタンってのは、メタン菌っていうものが出すガスなんだけど、これはねこのメタン菌っていうのが検気条件でメタンを合成する菌類で、まあ、検気状態で何かっていうと酸素がない条件、ね、酸素がないところどういうところがあるかっていうと、動物の消化器官、ね、お腹の中に酸素はないからそういうところで、あと沼地はねほら地面の上に水があって蓋してるから酸素がない状態でそういうところで増えると、ね、でさらに言うと同じような条件で海底堆積物、海の中も酸素ないから、であとは地殻、地面の下の地殻内とかいろんなところに分布してて、このメタン菌が出すメタンガスが、地球上の大半を占めてるっていうことです。でね、牛のゲップが、ね、よくメタンガスになるって、それでゲップって大したことねえじゃんって思うけれども、なんかね、アメリカで発生する温室効果ガスの 26% が牛のゲップによるものなんだって。すごいね、アメリカで発生するのね。でしかもメタンガスってのは二酸化炭素の25倍、その代わり温室効果高いらしくて、まあ酸化窒素は300倍なんだけど、メタンガスは二酸化炭素の25倍で大量に出る。でまたあれ糞尿、おしっことかうんち、あれからもメタンガスが発生して問題になってるんだって。でそれをまあ活用して発電に使わないかとかそういうのもあるけれども、まあそれは別の問題として置いといて、まあ、農業としては酪農の牛から出てくると。でもう一つね、さっき出た沼地、これいっぱい農業あるんだよ。何かっていうと、日本すぐちょっと車で行ったりすればいっぱいあるけども、水田、田んぼね、土の上に水があって泥じゃん、あれ沼地なんだよ。あそこから出るガス、これもメタンガスでさ、あれ問題になってて、これもねやっぱどうにかしないとねダメだなっていうことなんだけども、じゃあどうするかって、うん、牛の方はね、あのなんかゲップを抑える技術だがあるっていう話を聞いたんだけども、正直興味ないから、俺畑の人だから関係ないから勉強してないんだよね。でもほら牛糞使って、堆肥を作ってきたから、それで言えばよく攪拌して空気をよく入れてあげればいいんじゃないかな、ね、検気的条件で、メタンが増えてメタン菌が増えてメタンガスを放出するんであれば、こまめに攪拌してあげて混ぜてあげて酸素を入れてあげれば、メタン菌が増えることも少なくなってメタンガスも抑えれるんじゃないかなっては思うんで、まあそれね、あの量の糞尿をねやるのは大変なんだけども、まあそういう攪拌をこまめにやるってことで防げると思う。で水田なんだけど、これ俺が研修受けてた時、静岡県の伊豆の国市の大人農場ってところで、日本中のそういう有機農業とかそういう学者さんが集まったところで発表されたんで、ちょうど発表する場にいたんで覚えてるんだけど、中干しっていう、まあ、作業があるのね、田んぼには水を抜いて乾かしてちょっとひび割れるぐらいまで置いといてっていうの、ある程度大きくなるとそういう光景年2回かなぐらいあるんで、まあ、見たことある人もいると思うんだけど、その中干しの期間って大体、まあね、俺も水田に田んぼやってないから分かんないけど、その期間を2、3日だったかな、1週間だったかな、うん、で長くする、そうすると酸素がよく入って、検気的条件じゃないじゃん、そうすると酸素がある状態なんで、検気的条件じゃなくて後期的条件に置くことによって、メタンの発生を防ぐことができるっていう発表だったのね。ただしこれなんかもし長くしすぎると収穫量が落ちちゃうんで、まあ、気をつけなきゃいけないっていう。ただちょっとね、1日か2日でも長くすれば多分変わってくると思うんで、全国的にやるとメタンガスの放出は抑えられると思います、ね、で俺はね畑なの、野菜専門だから、じゃがいもとか人参、大根って、要するに畑だね、水がない状態で、こういう畑はねよく耕してるし酸素が入ってるんで、乾いた状態なんで水で蓋してないし、
でよく酸素入るように工夫してやってるんで、こういう状況ではメタンはあまり発生しないんで、まあ俺はねあまりそういう点ではね、メタンガスよりは亜酸化窒素の方が俺は問題なんで、前回そういう動画にしたんだけど、まあ要は水田沼地を利用したもの、あとなんだろうね、うんだね、そのとこだな。あとは牛、まあ、豚とかもあるのかな、そこまでは俺ちょっと分かってないけれども、まあそれもまとめると対策としてはやっぱ牛のゲップを抑えてあげるような食事なのかな、うん、でもゲップは仕方ないと思う。だってゲップ我慢しろ、だって出るときは出るし、おならとかも出るし、うんちも出るし、おしっこも出るじゃない、それは生理的現象だからね。ただあまりにも規模大きくね、あの酪農やっちゃってるから、アメリカとかはねすごい量で、その肉を売りたくて日本にねいろいろやってきたんだけども、貿易の関係も入ってくるんだよね。まあでもやってるもんやめろとは俺も言えないんだけど、ということはそのゲップを抑える技術をしっかり活用していく、で牛糞の処理もしっかり攪拌して堆肥にして畑に戻すと、しっかり攪拌、これを長いこと、大体攪拌を1週間に1度だから、それを2日3日に1回やるって、大変なんだけども、そういうことをすればメタンのガスは抑えれるはずなんで、やると。で田んぼは我々にとって大事、お米ないとね、いや生活できないよ、だからやめるんじゃなくて中干しの期間を増やすとか、あとなんだろうね、まあそういう方法かな、うん、を取っていくことが大事かなと思います。まあ、一番俺がね田んぼとか酪農やってればそれやればいいんだけども、残念ながら酪農やってないし田んぼやってないんで、そういうことを示すことはできないんだけども、まあ、そういう方法もあるよって。そして農業っていうのは、またそのコメントをくれた視聴者さんの言う通りすごく問題になってるんで、畑は亜酸化窒素、田んぼはメタンガス、酪農もメタンガスっていうことを覚えておいて、そういう対策してる農家さんを応援してあげてほしいと思います。なかなかいないと思うし、結局儲けてね金稼がなきゃっていうのがあるから、そういう環境なんか二の次なんだよね、現場としてはさ。それじゃもう許されない段階は過ぎちゃってる、もう崩壊に向かってるところだから、そういう農家さんを大々的にね、例えば SNS やってるんであれば、そこでこの農家さんってこういう環境問題に取り組んでるんだよって、自分の SNS で発信の手伝いをしてもらうとか、買ってもらうとか、ね、そういうところすごいですねって分かってますよ私はっていうのを、その農家さんに応援しますよっていうのを伝えてもらえれば励みになるんで、まあ、そういうこともねちょっと協力してもらえればなと思いますんで、ね、一つよろしくお願いします。